新しいミッション見繕ってきたよ。あ、ミーサさん、この間言うてた面白そうなミッションの話？そうそう、このタイミングでやるにはぴったりだと思うんだよね。お姉ちゃん、なんかやけにはしゃいでるよね。不安だな。大丈夫、私の目に間違いはないって。みんなの絆を深めてチームワークを高めるのに最適なミッションなんだから。絆を深めるですか？昔のシミュレートにあったのと似たようなミッションが実装されててさ、私もこれでチームのみんなと仲良くなったなーって懐かしくなっちゃって、それもあっておすすめしようと思ったわけ。そいつはいいな。俺もお嬢とますます絆を深めていきたいもんだぜ。どうだい？あなたとの関係は今のままにしておきたいですね。それはともかく、誰が参加するのでしょう？まず私は行くとして、あとは彼とリンがぴったりだと思うんだよね。なんで私とあいつなの？そりゃねえ。私は応援するよ。頑張れリン。そんなじゃないって。余計なお世話って何言わせるの。やれやれ、素直じゃないんだから。ミサさんも粋なことしてくれるやん。君も隅に置けんな。ほんまに分かってへんの？鈍いな。ほらほら、ミッションに出発するよ。まったく、お姉ちゃんったら。言っとくけど、別にそういうんじゃないから勘違いしないでよね。おお、ベタベタなツンデレや。ほら、出発するよ。昔のシミュレーターに似たミッションって言ってたけど、どんな感じなの？チームワークを試されるってとこかな。このミッションをクリアすればメンバーの仲もより親密になれるなんて。またそういうこと言って。もういいってば、その話は。ごめんごめん、ちょっとしつこかったかな。まあでもリンには後悔してほしくないって気持ちもあるからさ。え、どういうこと？ああ、気にしないで。何にせよメンバーの力を試されるってとこもあるから、これをクリアできたらクロンの実力アップにもつながるよ。よし、じゃあ全力でクリアを目指そう。いくよ。順番に倒していこう。まだまだだろ。まだまだ。くれ、捕らえた。と
火力は気をつけないと。
ちなら全然平気だね。あらら、意外とあっさりクリアしちゃったね。あ、どうしたのお姉ちゃん、なんかあんまり嬉しくなさそうな感じ。ううん、そんなことないよ。さ、みんなが待ってるからロビーに戻ろう。二人ともお疲れ様。どう？彼との絆は深まった？何言ってんの？そんなの別に。おっと、もしかして私はお邪魔だった？若いお二人にお任せした方が良かったかな。次やったら本気で怒るからね。リンに怒られちゃった。これが反抗期ってやつだね。リンも大きくなったな。叱られてるはずやのに、なんでか嬉しそうやな。乙女心は複雑ってわけさ。リンちゃんもミサもな。あなたに乙女心がわかるとは驚きですね。ちょうどいい、みんな揃っているようだね。楽しんでいるところ失礼する。君たちに話がある。マイスターにアータル、久しぶり。ってなんか深刻そうな顔なんだけど、何かあったの？リリン君の件について話さなければならないことがある。